ジャクリーン・ケネディのピルボックス棒。ピルボックス棒は、頂点が平らで、まっすぐ切り立った側面を持ち、つばのない、婦人用の小型棒。カナダ王立軍事大学のメモリアルステンドグラスに描かれたピルボックス棒歴史的に、ピルボックス棒は、軍服としても使われており、顎紐がつく場合がある。またピルボックス棒はいくつかの国々、 特に旧イギリス連邦諸国での儀式で見ることができる。例えば、カナダ王立軍事大学の礼装には、ピルボックス帽が使われている。キルマーノックとも呼ばれる、ピルボックス帽は、事実上すべてのグルカ兵が身につける伝統的帽子を、今風に製造したものである。ローマ帝国ではその後期において、ピレウスあるいは、パンノニア帽と呼ばれた、ピルボックス帽を兵士たちが被っていた。 軍事用語で言うピルボックスとは、統治下、すなわち、地上軍が立てこもる炎上の防御施設を指し、これは、第一次世界大戦で、イギリス軍が広めたものである。ピルボックス上の防御施設は、今日も残っており、特になんとフランコンなどウェールズに広く見られる。ベースボールの黎明期である1800年代中期から1900年代初頭には、ケピボーや、 後年のパトロールキャップに似た円筒型で平らな頭頂部を持つ野球棒がよく用いられ、ピルボックス棒にまびさしをつけた帽子という意味で、ピルボックスキャップと呼ばれていた。近年では1976年から1986年にかけてピッツバーグパイレーツが着用していたことで有名である。ただし、本来の女性用ピルボックス棒は、ピルボックスハットと呼ばれ、 野球におけるピルボックスキャップとは明確に区別されている。ありがとうございます。